なんかバブルは2回来たけどさ、不景気も大恐慌も全然来ないよね。なんでそっちが来ないな、逆に。なんでバブルが逆に来にくいんじゃないの。まあ、大恐慌も来にくい方だと思うけど、不景気はなんか割と起こる印象よ。不景気なんでこんな逆に起こらないの、これ。あー、65か。どれだかな。目指すか、目的地。ちょっと行きたくないけどさ。どう転んでも対応しやすい場所には行ったけど。いや、テレポートで3分の2の確率かけるっていうのもありはありなんだけどね、これ。もう2人が近いからさ、赤と黄色、赤と黄色が近いもんね、今ね。だから3分の2か、3分の2にかけるっていうのはありはありなんだけどね、これね。だ、緑が近くにいるから、あんまし、そんな必死こいて入る必要もなんかないっちゃないんだよな、これ。本当に微妙だね。お前はそこでほふく前進使っとけ。あ、それはやばい、それはやばい。いや、でもフェリー行きたくないな、これ。フェリーは行きたくないんだよ。使おう、赤黄色のどっちか。 OK、 よし、当たり引いた。いや、こういう地味なところでちょい運を使うのは全然いい、全然いい。ちょい運使っとこう、これ。どこで、ほら、危なかった。やっといてよかったかもしんない、これは、マジで。まあ、キングですよね、キングですよね、キングですよね。は、来た、フェネス、フェネス、バーガー、ビギルゲああ、頭に血に昇る。あ、確定。あ、マジで言っといてよかったやつじゃん、これ。よかった、よかった、言っといて。怖っ。おい、怖っ、お前。あ、安否についた。安否死ぬんじゃないの、これ。殺せ、今のうちに。どこ、目的地も最高、いいね。そしたらこれもなんか誰か近づいてからテレポートでピッって感じでいいんじゃねえの。最高じゃんか、これ。多分お前どうせ多分キング無視で目的地目指すでしょ、多分。いいね、いいね。よし、死ね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 、お前はここで死ね。いったー、いった、中国。よし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 、死に始め、死に始めた、死に始めた。いいぞ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 。観光なの16億、あれだよね、あのなんだっけ、名前忘れた、宮崎のあれだよね。あれさえ手放せば多分あいつもほぼほぼ全部なくなったと言っても過言ではないぐらい過言だよね。どういうこと。あー、でもちょっとこれは無理だな。札幌はドジラ来るから、やるんだとしたら圧倒的に独占できなきゃダメなんだよ、これ。これこそできるな。 OK、 これは独占して、シェルターしよう。シェルター、シェルターで増資、はい、ちゃんと忘れずにね。30億あるな、まだ。もうちょっとなんかいけんじゃねえか、30億だったらね。でもあのテレポートにどうせ行くんで、もう面倒だけど。おお、いいね、テレポートすびき。中国カード使えばいいのに、普通に言っちゃうけど。中国カード使わないの。おしゃまんべとかなんかその辺も買っておきたいな、これ。あー、てか確定系引いたな。確定系引かれるの結構何気しんどいんですけど。頼む。あ、デビルか。デビル、どうなんだろう。ま、6とかだったらいいね。6とかだったら。6。3か。遠慮深いやつだな。いや、リトルデビルはマジで意味ない。せめてデビル以上だな。せめて。キングデビルが最高だけど。キングデビルだったら10個振るより痛くなるね。確かにね。うん。あー、痛くねー。全然ノーダメージやん、そんなの。ただカード入手できなくなっただけだな、それ。まあ、この辺で物件買いましょうか、とりあえず。理想は、
今のうちにエリモを買う。これ買っておきたいよね。1億50%っていう最高すぎる農林。農林ですからね、あれ。オッケー。で、ここもシェルターちゃんとして、はい、オッケー。これ安いところから攻めよう。オレンジ使い切った。マジか。ちょっとそれは困った。ぴゃーん。そんなに困ってない時に言うやつだよね、これつって。本当に困ってる時俺、無言で黙るもんね。本当に黙った時は、本当に黙った時っていうのは、本当に考えてる時、これやばいなって言うもんね。小声でね。小声でこれやばいなが本当にやばい時だからね。俺は。お前待って、俺のマンボウを変える気だな、これ。な。いい色に変えてくれんじゃん、20%?確か 20% でしたよね、あなた。おー、思ったより泳ぐの早いな、お前。20% じゃん。いいじゃん、いいじゃん、ありがとうございます。10個振り。50じゃん。え、でも、今50、食らったら何、なくなるの、これ。シンプルに宮崎のあれ捨てられたな。それ一番でかくね、普通に。え、でかっ。え、あいつ、ソースさん確かに50何億だったよね。32億なくなったよね、うち今。え、やば。あいつやば。最高じゃないですか、じゃあ。じゃあ最高じゃないですか。マジ?すげえな。え、マジで、今までの俺の苦労はってぐらい、あいつ強えな。あー、無難売り場。いや、でも、オレンジ買っとくか。で、ちょっと1狙ってみていい?これ。ちょっと怖いけどさ。1狙う価値あるよね。封印ね。もうちょっと物件買って、水中っていうかフェリーに乗って、潜水艦するか。ありだね、それ。ここだったら、まあ、十中八九近くなるしな。で、最悪本当に困ってもテレポートがあるからね。で、あとは10個振りで、じわじわ戦力削ってくれればベストだけど、もう戻る可能性ある、戻んなかったな。また?え、なんかめっちゃ怒りやすいんじゃないの今回、もしかして5番殺人。え、マジ ?16、え、絶対負けたやん、そんな。28、意外とギリだし。あー、まあでも5000万。あ、でも明石がなくなったね。でも5000万か。だったら多分10個振りの方が痛かったね。え、でも今回めっちゃゴーバーサシー起こりやすいんじゃないの?もしかして。だとしたら最高じゃね?エリモで1、ちょっと、いやー、でもな、どうだろう、微妙だな、これ。1、2、3、4、5、6、5、6だとまた物件買えるけど。1!うん、まあ、そんなもんでしょうね。それこそスペシャルとかなんかそういうのないときついね。ああいうのはね。で、いずれ増資とかもしないといけないって考えたらもう余計どうしようもね、これ。もっと早くボタン押してよ、お前。なんで一回そんなちゃんと読むの?てか、意外とでかいじゃん、福引き。4億4千万じゃん。え、でかくない?普通に。昔のローの懸賞金ぐらいもらえてんじゃん。なんで俺はちょいちょいワンピースにしたがるんだろうね。え、めっちゃ動くし。あ、10個売りだ。よし。多分今何気に一番効くのそれだぞ。で、ベストは次のターンボンビラ戦。23ってちっちゃ。お前、デメ !23 って。大阪じゃん。行こう。大阪行こう。負けとるし!あ、でも赤字ちっさ。あ、そんなもんなんだ。ならいいや。よいしょ。でっけえ。そんなデメ求めてなかった。これかな。買えるとこ買っとこう、今のうちに。よし。はい。シェルターガシャーン!ドーン!そろそろフェリー乗るか、俺も。一旦。フェリー乗ってちょっと潜水艦やってみるか。
潜水艦カードで、しかも海底売り場を引かなきゃいけないからね、これ。潜水艦カードの入手方法は、レッツゴー使うの？使うんだとしたら、なんでお前さっきの残り5マスの時使わなかったんですか？それだけ教えてくんね。消えんのはいや。今更になってデビル聞かされてるし。ただ、さすがに戻るか？あ、ですよね。まあまあ、5回も動いたら十分だし、10個振りやってるし、32億のあれ潰れたし、オーバーさし起こりやすいのかもな、もしかしたらちょっと。その可能性全然ある。まあ、18年目だしな、言うてもう中盤戦にちょっと差し掛かってきてる頃だし。やばいな。今回ちょっとキング本気出してきてんな。今回の俺様今作はそんなに雑魚じゃないんだよって。うわぁ、物件行きいけないこれ。あーらーあらららららー、最低保証分使ったと思います。よいしょ。どうしよう、ちょっと売り場じゃない、いや、まあ、半分合ってるか。海底売り場ちょっと行ってみるってか、まあまあ狙えるかどうかは別として、ちょっと一旦潜水艦やってみるか。これ十中八九遠くはなんねえからな、今の場所なら。ただ売り場が行ける確率何分のいくつだったっけな、そんなに高くないんだよね。8分の2か3ぐらいなんだよね、とにかく。だからそんなに確率高くないからなあ。まあ、キング来たしね。一回ぐらいね。うん。はい、いいでしょ。はい。はい、いいでしょ。はい、どうぞ。死ね！はい、まあ、とりあえず会場に出ないとね、どっちみちね。うん、一旦会場に出ないと、何にも始まんないから。あー、独占できる。独占できちゃう。どうしよう。でもこれ言っちゃったら、海底カード売り場で何も買えないぞ。どうしよう。どっち優先しよう。待って、しかもこれ、おしゃまんべもいけるやん。おしゃまんべ農林やん。あ、こちらだ。これだったら、買ったところででしょ、これなら。よし。次のターン行こう。次のターンさすがに行きたい。できれば。あ、でもサムネ的に来年の方がいいじゃん、これ。よくよく考えたら。5番サッシュ。出た、サムネ問題発生。だ2月に海に出る。で、来年の4月に使うがいいんじゃない？したら、いい感じになるしと。なんか、ドブがすごい、ちょっと息吹き返してきてんな。地味に。あれ、でも、ドブってそもそも息してた時期あったっけ？初めて息してる今。てか、そもそもこれ、潜水艦使う余裕あるこれ。なんか、こいつレッツゴーで入りそうじゃない？四国カード、四国カード、もう四国行っちゃえばよくねこれ。待って、どうしよう。すごい微妙にいいカード引いちゃった。どうしよう、四国行こうかな。なんでお前もマジで中国カード使わなかったの、ね、なんでリアルにさ使わなかったの。普通のこと言っちゃって申し訳ないけどさ、なんで。なんでそんなバラバラに買うのね。お前の買い方死ぬほどムカつくんだけど、なんか。こちらあと5だもんね、これ。あと5か。だから次のターンもレッツゴーが反映されてたら、こいつ入っちゃうわけだもんね、これ。どうしよう。まあ、ミニだけど、俺孤立してるからな、これ。潜水艦今度だな、これ。潜水艦今度だな。飛ぼう。これダメだ。はい、ありがとうございます。普通にいい引き。ハッピーとかだとね、この高知から、フェリー出てたからさ、そういうのも手だったんだけどね。さて、どうしたものか。まあ、でも、この距離だったら多分あんまり問題ないんじゃないの。おお、危ねえ、やっぱ行っといてよかった。なんでそのレッツゴーはいけんのに、残り5マスの時のレッツゴーはいけないの。お前目的地入りたいのか入りたくないのかどっちなんだよ。いつも、おお近いじゃん。
じゃんいいじゃん。お前が失った32億円のあれがあるぞ。なんか宮崎すげえいろんな人に変われるな。にしてもまあ俺が言ってないからなんだけどさ、てかシェルター作れない場所をそもそも俺が買おうとしないから悪いんだよね多分これね。66億か79億あるよ。だんだん上がってきてんだけど、なんかあんまり上がってる風に感じないのはなんでですか。でもってめっちゃ下がってるし2人。22億か。うん、だいぶあれだね、だいぶやってんね。今俺2人って言ったら誰と誰が下がったんだ。あ、まあ赤か、赤。あれも緑もやっぱでかいね、ダメージ32億失ってるもんな、言うてあいつ。ははざま。